アラフォー独身オーナーです。アルバイトで生活しています。友達、彼氏、貯金もありません。楽しみは動画と本とメルカリです。これからの人生自分を変えたいです。まず何から始めたらいいでしょうか。その出会い系サイトとか使っちゃダメなの？出会い系サイトとか使えばとりあえず彼氏作れるんじゃないの？あと友達ぐらいだったら別になんか Twitter で適当になんか話しかければリアクション返ってくると思うんだけど、それがなんでまずいんだろう。すいません、僕が笑った理由は僕の本っていうのが楽しみっていうのを言われて、本当に申し訳ないですけど、僕自分がその僕の名前で売っている本を読む人の気持ちが全くわからないんですよ。僕自分のその本、まあ、で絶対お金払わない自信あるんで、その例えばひろゆき著みたいな本が本屋にあったとして、でへーって言って多分見るけど、ね、絶対お金払わない自信あるんですよ。だからそのひろゆきちょっていう本にお金払う人の気持ちが僕本当にわからないんですよ。すいません、だ本当に申し訳ないんですけど、はい、いやバカにしてるわけではないんです、バカにしてるわけではないんです、いやバカにしてるように聞こえると思うんですけど、すいません。いや、なんだろうな、大したこと書いてないじゃん。まずだそのほら、僕がそのお酒を飲んで喋ってる程度のことをなんで書いたの、書いてないからね、まずね。すいません、はい、メルカリでいいっす、メルカリで、はい。いやだ、まあその、うん、ツイッターで宣伝はしています。だからそのね、関わってるその編集の人とか出版社の人とかはすごい頑張ってらっしゃるので、そう頑張れと思って応援する気持ちはあるんですけど、でもそれを買う人の気持ちが僕本当に分かんないんですよね。だってなんか役立たなくね。本当にすみません、本当に図書館で借りる、いや なんだろうね、うん、いや多少役に立つ人もいるかもしれないんだけど、本当にごめんなさい、これなんて言っていいんだろうね。なんかね、悪気はないんですよ。自分で言うのもなんなんですけど、すみません。